皆さんこんにちは、ブリアリとこうちゃんです。はい、久々のラブログです。な、意味わからん。なぜかって、出張から帰ってきました。ただいまです。出張してたんです。ずっといなかったんです。ちょっとね、北の方に。北なのか。北の方に、ね、北の方に行ってまいりました。で、出張帰りで、あれなんですけど、ちょっと差し入れが、あ動いちゃった。何すか、差し入れって。今日前髪下ろしてるんです、僕。今日、ね、珍しく前髪下ろしてるんですよ。揺れちゃうんだよ、これが、三脚が。もう、よし。よいしょ。なんか持ってきたよ。これ一緒に食べよう。ふぅ、かゆいくぅ。逆でーす。メロンパン味です。逆でーす。メロンパン味また変なの考えすぎたな、かゆいくん、ほんと。でもね、メロンパンの皮が入ってんだって。何それ。やばいでしょ。やばいよ。で、メロンパン味のアイスで、カスタード味のかき氷で、メロンパン皮クッキーで、もちもちガリメロンパンぬいぐるみが当たる。またぬいぐるみ増えんの。いや、そんな当たんねえよ。ほろろろ、メロンパン、ガリメロンパンあたりが出たら、おー、でもガリ、こ、ぬいぐるみ、いいの？これ欲しいの？欲しい。いや、もう、ただだったらいいよ。え、でも、ただならいいよ。違うよ、あれだよ、当たりとか出るじゃん。あれでガリガリ君のあれが出たら当たりだって。無理だな。うん、で、メロンパン味、食べたいと思います。はい。これをね、ちょっと久々に、あかねえな。ガリガリ君、はい、ガリガリ君、ガリガリ君。なんかね、こういうアイスあった昔っていう匂い、わかる？こういうアイスあったよね。あれ赤いやつ。ガリガリ君、ガリ、なんかちっちゃくない？ちっちゃ。あれ？なんかこんなちっちゃかったっけ？もうちょっとあったよね。っよね。うるせえよ。なんなんだよ、うるせえよ。もうちょっとあったよね。もうちょっとあったと思う。ね、なんかこんなに持つとこなかったよね。なんかありすぎじゃない、持つとこ。ここら辺でさ、食べた、お前ちょっと。食べてねえだろうよ、普通に考え。どんだけ器用な食い方してるの。プレミアだからじゃない？リッチだからじゃない？リッチ。そうな。ガリガリ君リッチ。リッチってそんなこれもケチるん？うん。だって高いんじゃない？値段見てないけど。なんだろう、コース料理みたいにすんなよ。じゃあファースト、私はじゃあ何も、ね、何も考えずに食べるよ。あのリアクション取らないでよ、まずくてもうまくても。あ、待って、知覚過敏のせいさ、うん、そうだな、知覚過敏だから無理だなと思った。え、ちょちょちょ、待って待って。なんだろう、そのその日、うわぁ、皮が入ってる。言ってダメだって、お前言ってダメだの。ねえ、あげる。食べて。どうなん、あなたは5点満点だと何点なの？俺0点や。ほんと？うん、だったらメロンパン食う。そう言ったらおしまいだな。あれだ、うん、ちょこちょこ歯につくからパンが耳みたいにムカつく。私これ、こう好きなんだけど、逆に喉乾く。うん、まずくはないよ。嫌い。私別に嫌いじゃない。なんかメロンパン食べてる感じ。メロンパンとミルクアイスを一緒に食べてる感じ。これ丸ごと入ってんのかな、メロンパン。もう本当にちぎってシュ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 って。本当に工場でちゃんとしてんのかな、これ。うん、なんか美味しいけどね。お、結構食べた。結構食べ。
音フェチ。まずアイスをさ、こんだけ歯ごたえよく食べることないよね。歯に詰まるアイスって初めて食った。口がでかいの。ポッキーゲームの時面白かったよね。いや、あれはもう事故でしかない。でも辛いのは嫌いじゃない私これ。なんかね、うん、思い切り一口で結構いったら食える。ちまちま食うと美味しくない。ちょもちょも食べてるよ。一口で結構でかいこといったらうまいこれ。見て、あぶねえ。なんか一石二鳥感。ね、まあ昼食にいいかもね。昼食にガリガリ君？昼食？昼食。ガリガリ君、ガリガリ君、ガリガリ君。あ、でも144キロカロリーしかないんだね。意外と。当たった。当たってねえよ。奇跡を起こすと思ったのに。うん、ガリガリ君リッチ味。でし でした。どう？もういい。結構美味しいけどね。もう二度と食わねえ。これもちもちメロンパンぬいぐるみが欲しい。どうぞ当ててください。だってこれ買わなきゃいけないじゃん。違くない？だってバーコードじゃないよ。これ違うよ、書いてあんじゃん。ここに木に書いてあったら当たりということで、今日はこれの紹介でした。何点だったっけ？0点。私4。意外と好きだった。はい、ぜひ皆さん苦手じゃない方は食べてみてください。バイバイ。バイバイ。チャンネル登録してね。あぶない。ボケてた。チャンネル登録してね。チャーネー。オチがない。